皆さんこんにちは、ガジェットジェットのユッケです。早速ですが、皆さん最近充電しないといけないものって多すぎませんか？スマホやパソコン、任天堂スイッチなどのゲーム機やワイヤレスイヤホンなんかもありますよね。充電する時間が生活の大半を占めているこのご時世だからこそ、充電の基本である充電器を見直してはいかがでしょうか。ということで、今回は充電器を選ぶ手順からどんなところに注目して製品を選べばよいのか徹底解説していきます。また数多くある充電器の中から僕のおすすめモデルも紹介していきたいと思いますので、この機会に充電器を買い替えようかなと考えている方はぜひ最後までご覧ください。充電器の選び方。充電器を選ぶポイントはご覧の4つがあります。 1.W 2.ポート数、3サイズ重量、4搭載されている端子のタイプ。充電器を選ぶポイントの1つ目はワット数です。このワット数が最も重要なポイントといっても過言ではありません。充電するとなったらなるべく早い時間で充電したいですよね。その充電時間を左右するのがこのワット数なんです。ワット数すなわち電力量は電圧×電流で導くことができますが、そんな計算は覚えなくても大丈夫です。このワット数が大きければ大きいほど充電が早くできるということだけを覚えておきましょう。最近では USB インプリメーターズフォーラムというところが策定した USB PD という高速充電規格が結構注目を集めていますよね。USB PD とはパワーデリバリーの略で、最大出力はなんと 100W とかなり高出力に対応しているんです。もともとは USB Type-C 経由のノートパソコンを充電することを踏まえて策定された規格でしたが、最近ではライトニングケーブルを使用している iPhone シリーズでも対応してきているのが現状です。ただ充電するスマホ全てが急速充電に対応しているわけではありませんので、自分の使用しているスマホが急速充電に対応しているかもしっかりと確認するようにしましょう。充電器がいくら急速充電に対応していても、スマホ側が急速充電に対応していなければ元も子もないですからね。使用のスマホの最大出力はご覧のようになっています。明確にメーカーから公表されていないものもありますので、あくまで目安としてください。 iPhone シリーズでは iPhone 8以降のモデルが急速充電に対応していて、最新の iPhone 13では 23W の急速充電に対応しているようです。 Android スマホでは Galaxy Note 10 Plus が 45W、 Oppo Find X2 Pro が 65W と比較的高出力に対応しているようです。ワット数は購入するページの商品説明欄に必ずと言っていいほど記載しているので、自分の持っているデバイスに対応したワット数の充電器を選ぶようにしましょう。充電器を選ぶポイントの2つ目はポート数です。 iPhone なんかの純正の充電器を使っている人はこのようにポートが一口しかついていませんよね。ただ充電するデバイスがスマホだけでない人がほとんどのこのご時世だと、コンセントをめぐった争いなんて起こりそうですよね。こんな時に便利なのが複数ポート搭載の充電器なんです。充電器は1つでも複数ポートが搭載していれば、ポートの数だけ同時充電できるため、コンセントをめぐった争いも勃発することなく、コンセント周りもすっきりさせることができますよね。一度に何台のデバイスを充電したいかも考えて充電器を選ぶようにしましょう。ただ複数ポート搭載の充電器を選ぶ際には、充電器の最大出力の変動に注意してください。例えば最大出力 100W の充電器があるとします。1ポートのみ使用した場合はそのデバイスは 100W で充電されますよね。ただその充電器で2つのデバイスを同時充電した場合、最大出力の 100W をそれぞれのポートにシェアすることになるので、 100W 割る2ポートでそれぞれのポートの最大出力が 50W となってしまい、ポート一つ一つの最大出力が変動することになります。もちろん同時充電数が増えれば増えるほど最大出力は減っていくことになるので、その辺もしっかりと考慮して選ぶようにしましょう。充電器を選ぶポイントの3つ目はサイズ重量です。旅行や出張時はパソコン、スマホ、タブレット用の充電器は必須アイテムですよね。ただパソコンやタブレットの充電器ってやたら重かったり、サイズが大きくてかさばったりしませんか？最近では窒化ガリウム、化学式ではガンと表される半導体が搭載されている充電器も販売され始めてきています。このガンは従来の半導体であるシリコン充電器よりも電力効率に優れている分、余計なスペースを節約することができます。そのため従来の充電器よりも高出力な上、一回りから二回りほど小さく、持ち運びにもかなり重宝するんです。旅行や出張の多い方はガンを用いた小型充電器を選ぶことをお勧めします。充電器を選ぶポイントの4つ目は搭載されている端子のタイプです。
充電器に搭載されている端子は USB Type A、USB Type C の2通りに分かれます。USB Type A は多くのパソコン、ゲーム機、周辺機器などに採用されている汎用性の高い端子形状です。USB Type A は iPhone のライトニングや Android スマホによく使用されているマイクロ USB など対応するケーブルの種類が豊富であるという特徴があります。ただ最近では USB Type C と呼ばれる端子が主流になってきていますよね。これまでのコネクターと異なり、コネクター部分に上下の区別がないため差し込み方向を間違える心配がなく、急速充電である USB PD にも対応しているため、充電器の購入を考えているのであれば USB Type C を搭載したものを購入することをお勧めします。それではいよいよこれらの選び方を踏まえた上で、僕が選ぶ最強の充電器を皆さんにご紹介していきたいと思います。それではレビュー編へどうぞ。今回僕がおすすめする充電器はこちら、 CIO のリルノブ 3C1A です。箱を開けていくとこのように取扱説明書と充電器の本体が入っています。まあ、充電器の本体を見ていきましょう。こちらなんですが、先ほどの充電器の選び方でもご紹介させていただいた次世代半導体1価ガリウム、いわゆるガンを採用した充電器なんです。これだけ小さいのにもかかわらず最大出力は驚異の 100W なんです。皆さんに大きさ伝わりづらいと思いますので、こちらのクオカードと比較していきたいと思います。このクオカードと実際比較してみても、クオカードよりも小さいの分かりますかね。こっちの充電器の方が若干小さくなっています。重さも 210g とめちゃめちゃ軽くなっています。それでは軽く細かな部分見ていきましょう。まずここロゴ部分ですね。メーカーの名前である CIO という名前が刻まれていますが、まあ、結構シンプルでここかっこよくて好きです。でこの縁の部分はピアノブラックでできていて、まあ、高級感を感じさせますよね。で充電が開始されるとこちらの LED ライトが点灯する仕様です。まあ後で実際にやっていきますね。まあ、割と気に入ってるのがこちら、コンセントの差し込み部分が開閉できる仕様になっています。まあ、これのおかげで旅行なんかに持っていく際にもかさばらずに持っていくことができますね。 USB ポートは全部で4つあって、 USB Type-C のポートが3つですね。そして USB Type-A のポートが1つついています。続いては皆さんにコンセントに実際に挿したところを見てもらいたいです。コンセントに挿した時に幅が広くないの分かりますかね。だいたいこういったタイプの充電器って幅が広くて隣に他のコンセントは挿せないっていうのが結構あるんですけど、このように他のコンセントを余裕で挿せて全く干渉しないんですよね。そしてこのように電源を入れると、先ほどの、LED 部分ですね、まあ、緑色に光るので通電しているかどうかが一目で一発で分かるような形になっています。複数のポートが搭載されていると、ポートごとの最大出力が変動されるっていう話、先ほどもお話ししましたが、こちらの CIO のリルノブ 3C1A の商品もポートごとの出力が変動してしまうので、こちらご注意ください。ちなみに、変動の内訳なんですけど、単一ポートで使う場合は1番上のポートと2番目のポートは 100W、 3番目のポートと4番目のポートは 30W で出力されます。続いて2つのポートを同時使用した場合、1番上のポートと2番目のポートを同時使用した場合は、1番上のポートは 65W、 2番目のポートは 30W で出力されます。続いて3つのポートを使用した場合、1番上のポートと2番目のポート、そして3番目のポートを同時使用した場合は、1番上のポートは 45W、 2番目のポートが 30W、 3番目のポートの出力が 18W となります。最後に4ポート同時に使用する場合ですね、1番上のポートが 45W、 2番目のポートが 30W、 3番目と4番目のポートを合わせて 15W ですね。 15W で2つを分け合うって形になります。続いて実際に充電をしていきたいと思います。今回は MacBook Pro と、iPad Pro、 そして iPhone 13 Pro と iPhone 11 Pro を事前に充電 0% にしておきました。で4ポートで充電した時に、まあ、それぞれどのぐらいの時間で充電が 100% になるのかなっていうことを検証したかったのでやってみました。今回は一番出力値の高い一番上のポートを MacBook Pro ですね、これが 45W、 そして2番目 30W ですね、こちらが iPad Pro をつないであります。そして3番目と4番目は 15W を分け合う形になるんですけど、3番目を13 Pro、 4番目を11 Pro に接続してやります。それでは実際に充電していきたいと思います。はい、では充電が開始されましたね。それでは実際に測っていきたいと思います。
まず充電がいっぱいになったのは iPad Pro です。 iPad Pro は2時間21分で充電が満タンになりました。続いて満タンになったのが iPhone 13 Pro ですね。2時間40分で充電が満タンになりました。こちらの iPhone 11 Pro も、まあ、99% なんでほぼ同じ時間で満タンになったような形です。MacBook Pro に関しては今現在 90% なんで、まあもう少しかなといった感じですね。ラストの MacBook Pro が充電満タンになるまでには3時間21分かかりました。はい、いかがだったでしょうか。総合的に見ると割と満充電になるまで長いなって思う方もいるかもしれませんが、4つのポートで分け合った結果ですのでかなり優秀な方だと思います。充電スピードにこだわる人は単一ポートや2ポートで充電、作業しながらゆっくりいろいろな機器を充電したい人は4ポート丸々使用するといった形でいいと思います。充電途中充電器に触れてみましたが、過剰な発熱はなく、ややあったかいなぐらいの印象でした。今回は充電器を選ぶ手順から僕がおすすめする充電器の紹介までさせていただきました。普段はスマホに付属された充電器を使用して、充電器に対してあまり関心を持っていなかった人も考え直すきっかけになったでしょうか。今回紹介させていただいた CIO のリルノブ 3C1A について気になったよって人は概要欄にリンク貼っているので、そちらからぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのユッケでした。